川崎のことプロに関しては、はい、どんな間柄でしょうか。実は麻雀を教えてもらった時があります。あ、そうなんですね、はい、なんかそういうのを聞いてるんですよ。沢崎さんの、まあ、門下生ってわけじゃないんですけど、はい、何人かいらっしゃって、その中の中には草さんもいるって聞いたことがあるんで、はいはい、それで実は今日いろいろしま、麻雀遊戯王が始まるよ、始まるよ、麻雀遊戯王、今日も冷や汗いっぱいです。皆さんこんにちは、麻雀遊戯王のお時間です。麻雀大好き、マリチューこと長澤まりなです。そしてこんにちは、イーピンくんです。そして日本プロ麻雀連盟角川サクラナイツの沢崎誠です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ本日もゲストに沢崎誠プロに来ていただいております。よろしくお願いいたします。本日はですね、ちょっとまた聞きたいことがございまして、はい、藤崎聡プロと、まだ親しい間からだというのは前回お聞きしたんですけども、はい、他に沢崎プロのことをですね慕われている方としてワクツプロがいらっしゃるという話を聞いたんですが、はい、ワクツプロとはどういうご関係なんでしょう。大体麻雀説教する方ですかね。なるほどなるほど。ワクツプロが麻雀を教えてくださいとか、うん、そういう、ね、もう私生活はそれ全然一切知らないですからね。なるほどなるほど、はい、ただ麻雀を見て沢崎プロがワクツプロに、ね、ダメ出しをするような話。ダメ出しっていうか、はい、まあ、思ったことを言うだけですよね。なるほど。あ、じゃあ今の麻雀は良かったよとか、今の麻雀はあまり良かったっていうのは言わないですね。厳しい先輩。そうなんだ。あ、なるほどなるほど。まあでもだからこそワクツプロがやっぱりいろいろ聞きたくて教えてくださいみたいな感じになるんですかね。どうなんでしょうね。さあそんな今回はワクツプロにお手伝いいただいた企画でございます。クイズ、ワクツさんどう思ってます。お、さあ今回はですねクイズ〇〇さんシリーズの逆クイズでございます。簡単にルールをご説明いたします。沢崎プロとですねワクツプロは同じ団体の中で、まあ一説によれば師弟関係にあると言われるぐらいの慕われ方である。ではそんな沢崎プロはワクツプロにどう思われているか、理解できているのかというのを今日は確認したいと思います。でワクツプロにですねご協力いただきまして、沢崎プロのことをどう思っているのか様々な質問してまいりました。で沢崎プロであれば自分がどう思われているかというのを正解することができるはずということで、頑張って答えていただきたいと思います。頑張ります。絶対難しい。そうですね、これは普通の、ね、クイズ〇〇さんよりもちょっと難しいことになりますね、はい、やっぱ1問2問答えられただけでもすごいと思います。うんうん、絆の深さ確かめに行きましょう、はい、ということで最初の質問行きましょう。最初の質問はこちらです。じゃあワクツプロにいくつか質問したいんですが、はい、よろしいでしょうか。はい、あ、ちなみに沢崎のことプロに関しては、はい、どんな間柄でしょうか。実は麻雀を教えてもらった時があります。あ、そうなんですね、はい、なんかそういうのを聞いてるんですよ。沢崎さんの、まあ、門下生ってわけじゃないんですけど、はい、何人かいらっしゃって、その中の中にワクツさんもいるって聞いたことがあるんで、はいはい、それで実は今日いろいろ質問したいなと。下手くそだなお前とか言ってくれるんです。ああ、なるほど。今いつも麻雀でお世話になってるってことですね。はい、はい、分かりました。じゃあちょっといくつか質問させてください。はい、ワクツプロが思う沢崎プロの一番好きな飲み物は何でしょうか。飲み物。さあということでですね、すごい今回もアマゾネス感爆発の、いや可愛いですね、ワクツプロにですねご質問してまいりました。うん、ワクツプロは沢崎プロの飲み物何が好きだと思ってるでしょうかということ。絶対お酒と思ってますよね。なるほど、それはもう間違いないんですけど、品目ですよね。なるほど、じゃあちょっと品目も絞りましょうか。うん、はい、実際僕はハイボールですけど、はい、多分ビールかワインって顔には見えないでしょ。ウイスキーにも見えないけど、はい、多分ビールって答えてますよね。なるほど。ワクツプロと飲みに行かれたりとかあるんですけど、まあ、一応もないですね。あ、なるほどなるほど、はい、ということはまあこれもちょっと想像になるんじゃないかと。そうですね、ただお酒をよく飲まれるというイメージからビールということですね。そうですよね。なるほど、この企画の趣旨にぴったりのテーマです、ね。はい、さあビールだと思っているんじゃないかということで正解見てみましょう。正解はこちらです。お酒全般で、お酒、はい、お酒大好きですもんね、はいはい、さあということでまず最初にお酒っていうことを言われてたので、これは正解です。素晴らしい。やったやった。いいのかな。いいんですいいんです。だってもうこれは質問した答えがもうその正解になりますから、はい、ワクツプロがお酒って言ったわけですから、ね、はい、お酒正解です。さすがもうこれは読めてますね、はい、この感じでワクツプロのハートをどんどんと読んでいただきたいと思います。それでは続いていきましょう。続いてはこちらです。沢崎プロのかっこいいところはどこでしょうか。さあ、かっこいいところはどこでしょうかと。はあ、多分麻雀しか言わないでしょうからね。なるほど、麻雀が強い。だからリーチに対しても向かっていくところでしょうね。なるほど、麻雀で相手がリーチをかけても向かっていくところ、降りないと。そうですね、普段の生活の僕では多分何もそういうのはないから、え、
多分麻雀の特徴点の話、そうなんですになると思います。なるほど。プライベートとかの振り向きざまの目つきがかっこいいとか、そういうことは、ね、なかったりしますか。振り向きざまこんな感じですわー優しい、かわいい優しい、キュンときちゃう。わかりました。じゃあ麻雀にいたしましょう。はい、麻雀のリーチをかけても降りないその姿勢、攻撃的な姿勢がかっこいい、はい、ということで正解はこちらです。川崎さんは負けた時にすごく爽やかです。おなるほど、潔い。はい、はい、なるほど、なるほど。ということで負けても潔いこと。あんまり負けた覚えないから。負けると忘れちゃうんで。負けても気にされないですもんね、そのお話を聞いてて思いましたけど。そうですよね、はい、まあ、途中経過は大事ですからね。なるほどなるほど。内容が良ければ別に、うん、もう終わったらしょうがないですよね。だ先ほどの佐々木プロのお答えにちょっと通ずるところがありますよね。だからリーチをかけても果敢に向かっていきますし、それで負けても別に気にしない、潔いっていう。どうでしょうね、それマージャンはまた別なのかな。別なの、分かりました。別だから不正解です。あっさり、はい、あっさりや。佐々木プロがもう別だってたとも不正解ですよ、はい、0.5 ポイントぐらいいけるかなと思ったんですけど、これはもうバシッといきましょう、はい、はい、でもこの感じで引き続きいっていただきたいと思います、はい、続いてはこちらです。佐々木プロに直してほしいところはどんなところでしょうか。直してほしいところってあるのかっていう話なんですけども、はい、あるとしたら多分ないですよね。ない、そうですないっていうかもしれないですよ。でもないっていうかもしれないですよ、うん、どうでしょうね、多分ないっていうんじゃないですかね、うんうんうん、直したいところあるんですか。いや全然ないですね。ちょっと整形でもいいですか。短いか。やばい、みんな滝沢ポルと同じ顔になっちゃう。滝沢さんに、滝沢さんにこれ以上増えませんように。じゃあないということにしましょう。はい、はい、じゃあ直してほしいところがございませんということで正解にしましょう。正解はこちらです。強いて言えば心配だからちょっとダイエットしてるかな。はい、内臓脂肪心配。なるほど。わ、はい、かりました、はい、まあ、その体調面というか体調面が心配なので、で直、まあ、そのあまりこう、まあ、お酒だったりとかあんまりそう、うん、内臓脂肪増えないように、うん、気をつけてほしいな、長生きしてほしいなって、うん、なるほど、わ、はい、かりました。健康面ですね、はい、直してほしい、はい。さあどういうことで、そうです。そうですよ、ないんです、ないんです、ないんですけど、強いて言うんだったら健康面が心配なので少しちょっとねダイエットをされてほしいということでございました。染みてます。今非常に染みてますよ。はい、する気なさそう。でもこれはねどちらかというとやっぱないないにまあ近かった感じがしますよね。ないんだけど強いて言えばって感じでしたから、うん、これは佐々木とどう思いますか。まあ、半分ぐらいです。半分ぐらいいきました。じゃあこれは 0.5 ポイント差し上げましょう。はい、はい、ということで 0.5 ポイント。あんまり強いて言わなくてもいいですからね。そうですね、絞り出した形でしたから。はい、じゃあこの調子引き続きいきましょう。続いてはこちらです。沢崎プロは動物に例えると何だと思いますか。マムシ。さあ、まあ、虫って多分言わないよね。言わないですかね。そうですね、うん、沢崎プロ動物に例えたらということなんですけども、沢崎プロ自身実はそんなにあの爬虫類というか蛇はそんなにお好きではないんですよね、うん、トラウマなんでしたっけ。トラウマ。蛇が嫌いですよ。特に嫌いって考えるとマムシっていうふうにはやっぱりマクツプロは答えない。そっか、言わない、うん、はい、何でしょうね、怠け者じゃないしね。そうですね、怠け者もさすがにおっしゃらないと思うんですけどね。まあ、麻雀見てるとイノシシかな。あー、なるほど。追突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 抜けって感じ、猛進な形で、はい、なるほど、イノシシなんじゃないかと。わかりました、正解見てみましょう。正解はこちらです。パンダ。あら、かわいい、かわいらしいパンダでございました。パンダ、はい、もう開幕はこうこう遅いって言います。寄せましょう、パンダに寄せましょう、寄せましょう、はい、ワクツプロにメイクを教わりましょう。ということでパンダ、かわいらしい動物でございました、うんうん、はい、ではこれはちょっと不正解でしたが気を取り直して続いていきましょう。続いてはこちらです。沢崎プロの宝物は何だと思いますか。沢崎プロが大事にしているの、沢崎プロの宝物は何だと思いますかというのがございます。宝物ね、はい、まず実際に宝物は何なんでしょうか、そのご自身に。やっぱり周りの友達ですよね。なるほどなるほど、やっぱり人間関係ですね、うん、はい、ですね、友達が宝物である。たくさんいますからね。いや、素晴らしい、素晴らしいですね。それをまあまあ踏まえた上でワクツプロは何とお答えしているかという形ですね、
で、ワックスプロのお答えもお友達ということでよろしいですか。あ、いいです。あ、はい、わかりました。やはり人間関係だからないかということですね。わかりました。では正解見てみましょう。正解はこちらです。多分後輩からもらったなんかとかそういうものだと思います。はい、まあ、ちょっとものは限定できないけど、うん、何かこうなんか慕ってる人からもらった何かみたいな、あの慕われてる、はい、うん、下の子からもらった何かみたいなものだと思います。はい、はい、わかりました。さあ正解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 です。そうです、ハートですから。確かに、ね、ハートをいただきましたね。慕われてる方からもらった何かっていうことで、ハートです、ね、友達って、ね、ハートまあまあでもそうですね。でも先ほどと合わせてこれも 0.5 ポイントで、うん、先ほどと合わせて2ポイントにしましょう。はい、ということで、やったー、はい、素晴らしいわけです。はい、では続いてまいりましょう。続いてはこちらです。沢崎プロが、はい、プロ雀士になっていなかったら、うん、何になっていたと思いますか。これ多分イメージが何もないはずだから、はい、おでん屋さんって言うと思う。ああ、おでん屋さん、なるほどなるほど、ね、おでん屋さんやっぱね、あのおでんを作られてるイメージもありますし、うん、はい、まあ、その今まで そのエピソードとかをご存じない分そういったところで来るんじゃないですか。そうですね。なるほど、じゃあ多分そこにいきなり行っちゃうかなって感じですよね。なるほどなるほど。じゃあおでん屋さんということで見てみましょう。正解はこちらです。惜しい惜しい惜しい。あ、料理得意ですもんね。得意だから。なるほどなるほど。おでん屋さんにする。おおすごいすごい。全然おでん屋さんで、さん、まあ、完璧。居酒屋というか飲み屋というか、はい、はい、分かりました。完璧でございました。素晴らしい素晴らしいですね。お見事、おでん屋さん正解です。すごい似合いますしね。おでん屋さんをやられててもね、なんか全然違和感ないイメージがありますしね、うん、はい、それもあれですよ、いい意味でですよ、いい意味でも皆さんが集まってくるんじゃないかと思いますけどね。居酒屋さんとかさ、おでん屋さんとかやってさ、はい、なんかお酒いっぱい飲みそうだよね、うん、そうですね。体気遣ってくれてるんですさ、うん、なんか、と思うよね、はい、気遣ってくれてるんですけど、それでもやっぱりイメージがあるっていう、ね、イメージがね。さあ、それでは正解しましたので、この調子でいきたいと思います。続いての質問はこちらです。沢崎プロの口癖は何でしょうか。もう多分これはもうね、はい、わかります。お、わかります、はい、勉強しろって。わあ、重たい口癖でございます。やっぱりワックスプロによくおっしゃられますか。いや、全員いますね。なるほど、誰かにおっしゃってることも含めて勉強しろっていう言葉が。やっぱりプロって名乗るんだから、やっぱり勉強しられますよね、うん、なるほど、まあ、確かにそうですね、うん、プロとしてのね、ちゃんと意識を持ってくれと、いうことでございますね。さあ、ワックスプロ、それを答えられているんでしょうか。正解はこちらです。ね最後にっていうのはなんか可愛いね、ね、ねって言う。なるほど、わかりました。だからね、あ、はい、可愛いですね。可愛いですね、うん、あーということでですね、やられた。正解はだからね、ということですね。先ほどのパンダといいワックスプロはだいぶと可愛く見てることが分かってましたね。確かに、うん、あんな先ほどの勉強しろなんていう厳しいイメージない感じにいけないっていうはい、はい、だからねっていう口癖のイメージがパンダのおでん屋の大将ですからね、今ね可愛らしいですよ、可愛らしいですよ。めちゃめちゃ行く、そのおでん屋さん通いますよ、通いますね、通い詰めますよ、ね、可愛すぎる、はい、さあ、そんなワックスプロですね、引き続き問題いきましょう。続いてはこちらです。沢崎プロの一番得意なスポーツは何だと思いますか。沢崎プロの得意なスポーツは何だと思いますかと。得意、はい、今までのことを知っていればいろいろとね、選択肢があるかもしれないんですけども、うんうん、まあ、イメージのところが入ってくるかもしれません。お、テニス、ゴルフ。あ、ゴルフ、ゴルフ、あー、なるほどなるほど。ちなみに沢崎プロご自身はゴルフをやられたことはありますよ。あるんですね。絶対似合わないと思ってるねなるほど、スポーツ、スポーツがあるんですけど、ちょっとゴルフが似合わないけど、多分ね、ワックスさんってね、はい、清水香織と結構すごい仲いいんだよ。はい、清水香織と、はい、で、清水香織と僕とは結構ね、あのゴルフ何度も言ってんのよね。なるほどなるほど。だからスポーツって聞いた時にそういう話聞いてるかもしれないね。なるほどなるほど。だから今スポーツやってるイメージ全然ないから、あ、無理を承知でゴルフっていうかもしれないですね。なるほど、わかりました、うん、でもこれはちょっと確率が高そうですね。その清水プロと その仲の良さからね、こう導き出すんじゃないか。そうですね、多分可能性として 2% ぐらいです。 2% ちっちゃいでもこれは信じて見てみましょう。 2% の奇跡、はい、果たしてゴルフと言ってるんでしょうか。正解はこちらです。卓球できそう。あ卓球も得意。あ、さあ、これ超イメージの卓球でも、卓球もできるというかやられてたんですね。
そうそういっぱいやってました。球技はほとんどやってたから、ね、野球以外はやってたかな、はい、球技はね、すごいですね、本当に万能な感じなんですね。すごい、もう今はもうダメだろうけどね。でもこれはワックスプロに教えましょう、はい、さあということで続いていきましょう。続いてはこちらです。川崎プロの弱点は何だと思いますか。さあこの、ね、頼りがいになる川崎プロですが、はい、それは分かりましたね。分かりました、はい、もう可愛い子実は可愛い子に弱いと。そうなんですか。怖いんですよ、ね、なるほど。もうマージャーやってると可愛い子いるとなんかロンっていうのかわいそうですか慈悲が出ちゃう。なるほど、そんなに可愛い子に弱かったんですね。分かりました。これはちょっとワックスプロ見抜けているんでしょうか。見てみましょう。正解はこちらです。女の子に弱いすごい、うん、女性苦手みたいな、女性に弱いみたいなこと言ってたんで、女子校だからね、僕はね。女の子に甘めなんだって。なるほど、そういう意味での すごい。ということで見事正解でございます。すごい。ちょっとあの M リーグでちょっと厳しくいきますから、これ今弱点見抜かれてるわけですから厳しくいきましょう、はい、ね、女性相手といえど麻雀は容赦しないぞということで、とはいえ可愛い子に弱いのは見抜かれていたということでございました。さすがワックスプロもお見事ですね。さすがです。すごいです。今までのこのどう思ってます問題にしてもすごく正答率が高いので、うん、もしかしたら初の5割正解いけるかもしれない。今のところで4ポイントですからすごいと思います。さて続いてみましょう。続いてはこちらです。川崎プロが1人でしりとりを10回言い終えるのに何秒かかると思いますか。でこれしりとりは3文字以上で、あ、ユーミンやってたやつ。あ、そうですね、最初の文字は川崎の差から行います。さあこちらしりとりチャレンジ、今度は沢崎プロ。え、僕がやるの。そうです、やっていただきたいと思います。今からですね10個しりとりで沢崎プロの差から始まります。差から10個しりとりを続けてください。3文字以上です。3文字以上ね、はい、あれ藤崎48秒だったっけ。47秒でしたね、はい、さあその47秒も超えていただきたいと思いますので頑張っていただきたいと思います。それでは参りましょう。用意スタート。沢崎、キツネ、キツネ、はい、あれ、はい、ね、はい、ネパール、ネパール、うん、ルーマニア、ルーマニア、アルゼンチン。失格失敗国攻め5でしかない。あ、わかりました。じゃあ失格ということで和津さんができないって言ったら正解です。川崎さんはできないんじゃないかって言ったら正解でいきましょう。さあそれでは果たして和津プロは失格って言ってるのかどうか確認しましょう。正解はこちらです。意外と早い方というか、まあまあすんなりいけるんじゃないかという予想ですね。はい、はい、ということで、ね、そりゃそうですよ、はい、すいませんでした。失格なんて言えないですよまさかまさかそうですね、まさかの、ね、ルーマニアからのアルゼンチンの海外で海外失格に行くとは思わなかったですからね。面白い。30秒でございました。これは残念ながら正解ならずということで、結果ですね10問中4問4ポイントでございました、はい、素晴らしい。ワンワンクツーをね、もうほぼ確定ということだ。そんなですね、やっぱお互いのことをね、分かり合えてるなと思うワクツプロから同じくメッセージいただいておりますので、はい、こちらを見ていただきたいと思います。どうぞ。じゃあ最後にですね、はい、スタジオの、はい、沢崎プロに、はい、あのメッセージをお願いいたします。沢崎さん、一度リーグ戦の後に、冷麺をくれたのを覚えてますか。私はあの時から沢崎さんが大好きです。いつもずっと笑顔でいてくれてありがとうございます。麻雀も応援してます。これからもよろしくお願いします。さすが、差し入れの冷麺のお話もね、非常にいただきました。もう冷麺ですからね。冷麺手裏剣ですから。冷麺手裏剣、必殺の冷麺必殺出てきますね。素晴らしいですね。いやでも全てねお話を聞いた時、やっぱ和津さんがどれだけ慕ってるかっていうのが分かりますね、うんうん、はい、これからもあの、まあ、叱咤激励あると思いますけどもね、和津さんのことをねこう厳しく見ていただけたらとやっぱあの麻雀のことを指摘される時の沢崎さんのピシッとこう厳しくなる感じがやっぱすごいなと思いますね、うんうん、はい、これをやっぱ普段向けてるのにもかかわらずパンダって言える和久さんはすごいと思います。ね、はい、そ
本当やっぱこうメイクしてるしていかないの、ねはい、でもしその時に周りが騒いだとして麻雀遊戯王は何も言いませんので、はい、責任は取りません、よろしくお願いいたしますということで、さあの日もお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この動画が面白かった、あとはですね、私も沢崎プロのおでん屋さんに通いたいという方もですね、ぜひチャンネル登録そして高評価お願いいたしますということで今日はここまで、またねー。